Great Nick. Chuck Dick. This world shall know pain. Almighty pussy. I got bribes in the land. Put the bee in the fan. Credit cards in the scam. In the mix in the van. Legacy, fan. Messy, build up a plan. Going like I'm a tan. Any killings on the land. お帰りなさい。歴史改編も収まりましたよ。ありがとうございます。ミラもいなくなったようじゃし、ようやっとこれで一安心じゃな。まだよ。まだトアがいるわ。今回のようなことが起こる前にトアを探し出して。その必要はないわ。こっちの海王神様。どうやってここまで来れたんじゃ。この時の巣には結界が張られていたはず。あなたたちが仮面を持ち帰ってくれたおかげよ。あれも罠だったのか。ついに手に入れたわよ。莫大な霧が眠っているわね。これで間違いなく暗黒魔界を復活できるわ。真の狙いは時々の卵だったのね。これだけの力があればもう一度時空を操ることも簡単に。おかえりミラ。さてもうこんなところに用はないわね。ごめんは、かろうじて通信はつながりません。この時代は完全にトアが支配しています。俺たちは先に行くことができません。これが最後の戦いとなるでしょう。あなたの力で宇宙を救ってください。ミラ、なんでそのパワーが。私の接近していない力だ。信じられない。私の計算を超えるなんて。時の狭間を伝えられるだけだ。自分の足りないものをずっと考え続けた奴。俺にないもの。それはどんな強敵にもひるまず立ち向かう悪魔の闘志。最初から強大な力を持って生まれた俺にはない魂の叫びだ。もはや最強とは名乗るまい。俺はこの戦いで俺自身の限界を超える。なんて、あのミラをここまで追い詰めるの。こうでなくてはな。それでこそ俺が認めた強敵だ。ミラ、限界を超えた反動でオーバーヒートしているわ。止まりなさい、ミラ。それ以上は危険よ。私の声は届いてない。
そしてこの宇宙ごと吹き飛んでしまう。あの地に逃げる。いえ、どれほどの爆発になるかわからない。爆発が次元を突き抜けて、この卵が壊れてもしたら仕方ない。ちょっとあなた、ミラを早く止めないと共倒れになるわよ。私も手を貸すわ。早くミラの活動を停止させてちょうだい。外して故障しちゃうなんて、最後の最後まで役に立たないわね。コアを取り出して修理しないと。その必要はない。俺はお前の設計を超え、自分の道を歩み出した。俺は俺という存在を超える。お前という創造主を飲み込んでな。ミラ、そんな、私が作ったものなのに裏切るなんて。異常なエネルギー反応です。とてもいい気分だ。おい、聞こえとるか。そやつは時たちの卵のパワーを吸収してしもうた。もうわしらの手に負える相手じゃない。早くどこかに逃げるんじゃ。諦めんな、まだ早いよな。頼んで送ってもらったんだ。やっと今までの借りが消えてんな。こたぁ、オラがおめえを助ける番だ。自分でも信じられないけど、力が湧き上がってくる。最強である使命、創造主の命令。今の俺にあるのは、お前たちに勝ちたいという。サイヤ人の底知れない強さ、お前たちの強さを尊敬している。だからこそ倒す。な、これは信じられない。そのパワーだ。どうする。わしの声が聞こえちゃったのか。瞬間に向かって帰ってくるんだ。よくわかんねえし、こいつがとんでもねえのもまだよくわかってんだ。でもここで戦わねえ理由にはなんだ。こいつと戦ってるとワクワクしてしょうがねえんだ。嬉しいぞ、ここまで食い下がってくれる。少しはマシな動きができるようだな。
何？負けるのか。いい戦いだった。悔いはない。これで全て解決じゃの。ええ、これでしばらくは静かに歴史を見守る仕事に戻れそうです。しばらくはか。また悪い奴が出てくるかもしれませんが、それに立ち向かうのが俺たちの仕事ですから。ほほほ、これからも修行あるのみっちゅうところか。俺はまだまだ実力不足です。今回もそれを思い知らされました。なに、心配するな。お前さんには仲間がおるんじゃからな。はい。だからこれは食べるものじゃないの。卵焼きなんてもってのほかだからね。キー、もうまそうに見えんだよな。何のためにみんなが頑張ったと思ってるのよ。ミラよりたちが悪いわね。ははは、わりわり。あ、みんな、やっほー。そろそろ卵から新しい宇宙の時間が生まれるわよ。みんなで見ていかない？記念すべき瞬間ですね。ぜひ。はてさて、次はどんな歴史が紡がれていくのやら。強い奴がたくさん出てくっていいな。だから、ワックワクしてきた、ジェル。じっちゃん、先に言うなよ。九一さん、おかげで助かったぞ。終わったようですね。それではさっさと帰りましょう。あまり長い間違う時代をうろうろするものじゃありませんからね。そうなんか？今回のお祝いすっからごちそう出るって聞いたんだけど。そう。残念だな。どうしてそれを早く言わないのですか？え？道理でさっきからビルス様の姿が見えないと思いましたよ。さあさあ、そうと分かれば行きましょう行きましょう。私ちょっと待って。アラパーティー、ウィッサー、ちょっと。どれどれ、どっちもいいんじゃない。わりわりどこの誰なの。僕の大切なおやつの時間を邪魔するおバカさんは。いやー、ビルス様。あ、おいぼれ海洋神か。これはビルス様。なんじゃ、またこっちに来とったんか。時々の卵が帰ったお祝いをするんだって。ちょっと覗いていこうと思ってさ。卵ごと時の巣を破壊しようとしてたくせにの。
だから全部聞こえてるからね。君の独り言は声が大きすぎるんだ。わざとなのか？いいだろう。そこまで言うなら今度こそ破壊してやる。どうぞお二人とも召し上がれ。どれどれ。さあ願いを言え。どんな願いでも叶えてやろう。別にシェンロンに頼まないで私が作ってもいいんだけど。チーズ、チーズ、チーズ、チーズ。そうね、全員分用意するのはさすがに大変だし頼んじゃいましょうか。チーズ。こりゃドラゴンボールを軽はずみに使いよってからに。まあまあいいじゃないか、せっかくのおめでたい日なんだからさ。そうですね。ではここにいるみんながお腹いっぱいになるくらいのとびっきりのごちそうを出してちょうだい。たやすいことだ。ウィス、やっぱり寿司はうまいぞ。あいつ、いつの間に。一時はどうなるかと思ったけど、あなたたちのおかげで助かったわ。トランクスもね、いつもありがとう。いえ、皆さんのおかげです。悟空さん、さっきからどうかしたんですか？いやー、ずっと気になってことがあってさ。何ですか？おめえたちって、結局どっちが強いんだ？それは、やっぱり先輩の方が。何言っとんじゃ、そうとも限らんじゃろうが。悟空だって兄貴より強くなったんじゃからな。どっちかしらね。そんなの戦ってみればわかることじゃありませんか。だよな。やっぱそう来なくちゃ。よーし、かかってこい。ちょっと待て、どうしてそうなるんだ。この場合戦うのはこの二人だろ。お前はおとなしく見学していろ。え？そんなんつまんねえじゃねえか。もう、悟空さんたら。